北村直下明治9年12月9日は、江戸時代末期の幕府一官。名は、自家館、自は小栗、号は四尾、大え窓など多数、通称は、安西、安政。幕府医学館交渉派の重鎮。代々幕府に仕えた、以下、北村家の第八代にあたる。寄合医師、北村海縁の長男で、母は、三木正弘の娘で、 長谷川伸亀の命。栗本常雲は実定である。天保二年父の隠居を受け、家を継ぐ。はじめは、朝香盆祭について学んでいる。天保年中、医学館で講師を務めて、褒美を与えられている。永二年十二月十六日方言に除せられる。滝玄剣らと共に、医学館で、指導的な役割を果たした。安政五年七月二十五日、子。 安定に家を譲り隠居。明治9年秋に、明治政府は、自家岩が交換していた、違法類寿266巻を朝鮮に送る。この書物は朝鮮ではすでに失われたものであったため、遺憾の貢献賞などは大いに喜び国宝としたという。同じ年に没し、浅草昭福寺に葬る。浅田総白が墓碑銘を書いた。自家岩は、情報会議にして、 顎下に白禅があり、性質は賃金加減、書を講ずるときは言葉を飾らず普段の会話のように、順々と解く、という様子だった。炎の以来、中国で発達した医学は、成人の道と共に進んできたもので備わらないことは、一つもなく、西洋医学が新しく発見したかのように見える、事実も、すでに漢方では陳腐となった知識に過ぎない、という意見を持っていた。著作には、 多くの遺書のほか、随筆、寂しだれ雑誌がある。古今の医学書を肯定するが特に、召喚論に不信する。ありがとうございます。